テーマ1、生徒指導です。教育原理はですね、様々な事柄が扱われるわけですが、教授学習理論であったりとか学習指導要領についての勉強もあったかと思います。で、基本的にそれらでは授業のことが扱われるわけでございます。それと並んで、学校教育で大切な事柄、本講義のテーマであります生徒指導でございます。生徒指導という言葉は皆様にとっても馴染み深い言葉かもしれませんね。例えば生徒指導部長の先生が怖い先生だったみたいなことがあったかと思います。そんな生徒指導ですが、授業を行う上での前提となるものと捉えてよいかもしれません。より良い授業を行うために、日頃から子どもたちとより良い関係を築いていくことも教員には求められると言えるでしょう。教員採用試験で問われるから覚えておいていただきたいこともたくさんありますが、教員になってからも必要となる事柄が多いので、今後のためにもぜひ知っておいてほしいテーマでございます。こちらの資料なんですけども、生徒指導という分野で出される資料として多いものを一覧にしてみました。で、上から読みますと、生徒指導提要2010年に出たもの、いじめ防止対策推進法、文部科学省のいじめ防止等のための基本的な方針で、文部科学省の通知ですが、不登校への対応のあり方について、で最後、体罰のものですが、文部科学省体罰の禁止及び児童生徒理解に基づく指導の徹底について通知及び蔑視として、学校教育法第11条に規定する児童生徒の懲戒体罰等に関する参考事例というものでございます。これらが生徒指導を今日扱う、この講義で扱うものとして押さえておきたい資料というふうになります。教員採用試験の問題は何から出題されているのかということを知っておくのが最初のステップになります。戦う相手を知らずに勝つことはできないので、その相手が何になるのかを押さえておいていただきたいと思います。もし、過去問とかですね、問題を解いてみて解説を読んでみたけど分からなかったりとか、ここには何が書いてあるんだろうということが思い出せなかったりする場合は、こちらの資料を見てもらって、ここに載っている内容をしっかりと整理していただきたいというふうに思います。ではこれらの資料の特徴を今右側にまとめてみました。でまず上の生徒指導提要から読みます。小学校段階から高等学校段階まで組織的体系的な生徒指導を進めることができるようにまとめられた学校教職員向けの基本書になります。1981年に改訂されていました生徒指導の手引きというものがあるんですが、それを2010年に全面改訂してできたものになります。内容としましては全8章で240ページからなります。基本書として240ページは長いわけですが、ぜひ読んでいただきたいものとなります。続いて、いじめ防止対策推進法です。2013年に施行されたものです。で、いじめ防止等のための対策の基本理念、いじめの禁止、関係者の責務などを定めているもので、全35条および付則からなる法律というふうになります。その次、いじめ防止等のための基本的な方針です。いじめ防止対策推進法の上の法律の第11条に基づいて、いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進するために定められたものでございます。国は策定の義務があります。その次ですね、不登校への対応のあり方についての通知です。不登校に対する基本的な考え方や学校における取り組みの充実が示されているものになります。そして最後、体罰のものですが、体罰の禁止に関する通知とその具体的な事例が記載されたものと、あと蔑視になります。で、このあとですね、この通知が新しいものが出た場合は、体罰懲戒に関する解釈運用はこの通知によるものとされているものでございます。なので、教員採用試験受けた時に出たものと、もし新しくなった場合は、教員になってからもぜひ読んでいただきたいものというふうな通知になります。よろしいでしょうか。ですね、時間の都合上もありますので、これら240ページ全部を説明するとかいうのは難しいことになりますが、出やすいものと押さえておきたいものをこれから順に説明していただきたいと思います。では生徒指導提要でなります。先ほど生徒指導提要は全8章あって240ページほどあると言いました。で、ここが出ますというふうなことを言い切れないのが何とも苦しいところではございますが、出ることが多い部分としてまず挙げられるものが生徒指導の意義になります。
で、生徒指導の意義は第1章第1節に載っていまして、生徒指導とは一人一人の児童生徒の人格を尊重し、個性の伸長を図りながら社会的資質や行動力を高めることを目指して行われる教育活動のことを言います。すなわち生徒指導は全ての児童生徒のそれぞれの人格により良き発達を目指すとともに、学校生活が全ての児童生徒にとって有意義で興味深く充実したものとなることを目指しています。生徒指導は学校の教育目標を達成する上で重要な機能を持つもの、果たすものであり、学習指導と並んで学校教育において重要な意義を持つものと言えます。生徒指導の意義ではですね、学習指導と並んでというふうなことが大事です。で、本講義の冒頭で述べましたように、授業に関することと並んで非常に大切なものであるんだよということが生徒指導の意義では述べられています。教育の歴史をですね、日本に限らず少しだけ紐解いてみますと、学校では学習指導のみを扱う、知育のみを扱うのが良いということで学習指導のみに限定している国もあったりします。それはざっくりと言ってしまいますと、同じ学校に通っていても信じている宗教が違ったりとかしてですね、特定の宗教を学校で教えてもらっては困るという背景があったからになります。宗教上の違いということが大きく影響してくるわけですけども、日本の場合は宗教上の違いは本当のところはあるはずなんですけども、学習指導だけに限定して行っているわけではありません。学習指導要領のお話で、道徳の教科化のお話があったかと思いますが、日本では特育も非常に大事なものとされています。生徒指導は問題行動の際に登場するもののイメージがあるわけですが、生徒指導の意義をもう一度見てみますと、生徒指導は全ての児童生徒にとって有意義 で興味深く充実したものになることを目指しています。学校生活の中で全てのものだというふうなことが言われているわけです。日本の学校教育にとって非常に大切なものであるというのを繰り返しのになりますが、もう一度押さえておきましょう。では、その時、生徒指導の時にどんなものがキーワードで、どんなものが大切なものとなるのかを赤文字で示してみました。これですね、人格を尊重する、個性を伸長伸ばす、社会的資質や行動力を高めることを目指すということと、あと学習指導ですね、ということを赤文字にさせていただきました。教員採用試験で出題されるとき、ここが括弧になって正しい言葉を記入しなさいや、正しい選択肢を以下から選びなさいと言って出題されることがあります。特に、人格という言葉が2度ほど出てきていますが、人格はですね、日本の教育の目的、教育基本法第1条に載っていますが、人格の完成を目指すという目的に向かって行うものとして生徒指導もやっていることだと言えるかと思います。学校教育の目標を達成するために人格の完成を目指していると言えるでしょう。今まで生徒指導の意義を見てまいりました。で、他に第8章まであるんですけども、ここに第6章生徒指導の進め方に、個別の課題を抱える児童生徒への指導という形で載せさせていただきました。で、このちょっと前にですね、第3章というものがあって、このような個別の課題を抱える子どもたちをどうやって知るのかということが第3章に書かれています。その第1節がですね、児童生徒の心理と児童生徒理解というタイトルになっています。どのようなことが語られているのかですが、教科指導においても生徒指導においても、その他のどのような教育活動においても、教育実践が成果を上げるための大前提の一つは児童生徒理解ですということが書かれています。で、少しちょっとだけ飛ばしますが、そのため生徒指導においては共感的な理解が求められるのです。児童生徒を共感的に理解するためには、児童生徒について、また児童生徒の生育歴や環境などについて客観的事実を知る必要があります。生徒指導はまず児童生徒理解から始まると言えるでしょうということが第1節に述べられました。続く第4節では、その生育歴、環境について客観的事実をどのようにして得るのかという方法が述べられていまして、観察法、面接法、質問し調査、
検査法、作品法、事例研究法などが挙げられています。それらを通してこの子はどのような子どもなのだろうか、どんな家庭に生まれどんなふうに育ってきたのだろうか、その子を理解しようということが述べられているわけです。その上で、第6章の2にあるような問題、個別課題を抱える子どもについての理解ができると、その対応についてどのような対応ができるのだろうかということが第1節から第13節まで書かれていることになります。この全てを説明することができませんが、特に第3節とか第7節ですね、喫煙、飲酒、薬物乱用、第7節はインターネット、携帯電話に関わる課題は近年よくニュースなどで話題になっていますが、特に求められるようになってきたことなので個別にチェックしていただきたいと思います。で、本講義では赤文字にいたしましたいじめ、不登校を中心に第5節の暴力行為も含めて解説していきたいというふうに思います。そもそもいじめとは何なのでしょうか。その定義がですね、いじめ防止対策推進法に規定されました。これまで何度かいじめの定義は変わってきましたが、今のいじめの定義はこちらになります。いじめの定義です。いじめ防止対策推進法第2条第1項に規定されているもので、この法律においていじめとは児童等に対して当該児童等が在籍する学校に在籍しているなど当該児童等などと一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的または物理的な影響を与える行為、括弧の中も大事でして、インターネットを通じて行われるものを含むであって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものを言うとされました。これまではですね、物理的なもの、身体にこう殴る蹴るなどですね、そういったものの行為のみをいじめとして扱ってきたこともあります。そうではなくて子どもたちの心の部分もそうですけども、そのあたりもいじめの行為には入るということが規定されました。そして大事なのがですね、同じ学校の中だけで起こっているものをいじめとしてきたんですが、そうではなくて他の学校でも起こりうるよ、他の学校との子どもたちとも関係は出てくるんだよ、特にインターネットなどはもう学校の中だけのものではなくなっていますので、学校の外で例えば LINE であったりとか、そのようないじめとかがあります。なので学校の内外を問わないものをいじめと言います。その子どもたちが心身、心と体に苦痛を感じているもののことをいじめと言いますよということになりました。それが先ほどの数値で増えた減ったお話ししたことになるかと思います。では、そのいじめで苦しんでいる子どもがたくさん今先ほど数値で見たんですけどもいるわけです。で、これからもしかしたらいじめられてしまう子もいるかもしれません。いじめの、その子どもたちを救うためにも、これからいじめで苦しまないようなようにするためにも、子どもたちを守るために学校や教員が何ができるのか、何をしなければならないのかの方針を定めようということが規定されました。それをいじめ防止基本方針と言います。ここでポイントとなるのはですね、中身というよりも誰が決めなければならないのかということが定められている点です。国と学校は義務、絶対に作らなければならない。地方公共団体に関しては努力義務といって、作れれば作ってくださいというものです。なので自らが受けようと思っている自治体が作っていた場合は頑張った自治体ですので出してくる可能性が高い。なのでここはぜひチェックしていただきたいというふうに思います。そしてですね、学校におけるいじめの防止、学校の中のお話ですが、どうやっていじめを起こらないようにするのかが規定されました。豊かな情操と道徳心を培うこと、まあ、それのために道徳教育と体験活動が大事ですよということが言われた条項になるかと思います。これはですね、ちょっと法律ができるちょっと前の段階から政策動向が見える条文ですので、道徳の強化化の流れも受けているということで、関連して覚えていただきたい条項になると思います。今までいじめを見てきましたが、続きましてはですね、不登校のお話をしたいと思います。不登校については、少しだけ古い通知となります。2003年です。で、不登校問題の解決なんですが、不登校という問題の捉え方は、子どもたちが学校に来ないことが問題
なのではなくて、子どもたちが悪いというお話ではなくて、教育を受けさせてあげられていない大人の問題になります。そのあたりは注意していただきたいと思いますので、学校に来ない子どもたちに対してあの子が悪いとしないようにしていただきたいと思います。でその問題をどう捉えるのか、子どもの心の問題としてこれまで捉えてきたことが多かったわけですが、それをそうではなくて、この後進路、人生の問題として捉えていっていただきたいということが、この通知で明らかにされた部分でございます。不登校はここの問題の捉え方が出題されますので、ぜひチェックしていただきたいというふうに思います。ではその後です。暴力行為、いじめ、不登校の数値とそれぞれの問題について捉えてきましたが、子どもを守る側の教員であった人たちが次、子どもを傷つけてしまうこともあります。それを防ぐためにも、体罰と懲戒について勉強して、この講義を締めたいというふうに思います。ですね、体罰はですね、学校教育法の第11条で禁止されています。ですが、懲戒は加えることができるという話になっているわけです。体罰と懲戒、その違いは何だということですが、その違いの理解によって体罰になってしまっていることが学校の中では往々にしてあります。なのでその違いをぜひしっかりと理解しておいていただきたいと思います。では体罰とは何なんでしょうか。懲戒の内容が身体的性質のもの、すなわち身体に対する侵害を内容とするもの、殴る、蹴るがポイントですね、などと、児童生徒に肉体的苦痛を与えるようなもの、正座、直立など特定の姿勢を長時間にわたって保持させるなどに当たると判断された場合のことを体罰と言います。なので懲戒の内容が行き過ぎてしまった場合、体罰になるというわけです。じゃあ懲戒とは何かです。学校教育法施行規則に定める退学、停学、訓告のほか、児童生徒に肉体的苦痛を与えるものでない限り、通常懲戒権の範囲内と判断されると考えられる行為として、注意、叱責、居残り、別室指導、規律、宿題、清掃、学校当番の割り当て、文書指導などのことを懲戒というと言います。大きく分けますと、退学、停学、訓告はですね、校長先生が行うものでして、それ以外の注意とかですね、このあたりの赤文字になっているものは担任の先生、学校の教員が行えるものです。上のことを処分としての懲戒、下のものを事実行為としての懲戒というふうな形で言われます。この事実行為としての懲戒で肉体的苦痛などを行き過ぎたものが体罰にあたります。なのでどこからが体罰で、どこまでが懲戒なのかということにつきましては、学校教育法第11条の別紙として出されている児童生徒の懲戒体罰等に関する参考事例というものがあります。その参考事例を見ていただきますと、ここの線引きがわかるかなというふうな形になります。例えばですね、宿題をやってこなかった、だからクラスの一番後ろに正座で座りなさいと指示する。で子どもがですね、正座で足が痛いと言ってもダメ、正座を続けなさいとかってすると体罰に当たるというわけでございます。この別紙ですが、更新されることがあるかと思います。するとここの線引きがですね、ちょっと広がったり狭まったりするので、そこをやっぱり理解しておかないと子どもを傷つけてしまうことになりますので、ぜひ皆さん気をつけていただければというふうに思います。よろしいでしょうか。以上でテーマ1、生徒指導の講義を終わります。